口の攻撃に行く。今度は山田が抜け出す。山田のシュートどうだ。決まった。岩田先制。前半34分。ブロックをした手ですよね。ブロックしてシュートを打てるスペースを自ら作った後の冷静なシュート、やはり攻撃センスありますね。体勢の角度でしっかりゴール。さあ田中来た。田中は F.C.Tokyo 先制。前半37分。田中は初ゴール。入ってきましたよね。ディエゴ・リベライト動いてスルーしたんですが、そしてそこにボールが入った。そしてディエゴ・リベライトが作ったスペースに田中が入ってきた。ちょっと狭かったですけど、右やって左やってね。カメラ隅田シュート。FC 東京3点目。カメラ隅田は2試合になります。カメラはしっかり競り勝って自分のボールを拾ってですよね。ちょっと無理して行き過ぎたかなと思いました。うまく決まりましたね。カメラのないところ、ゴールキーパーの肩口ですよね。到達するスピードが速かった。縦回転、はい、縦回転気味でしたね。そうですね。しかしここに来てボールも人も動いてきました。前遅れ